中村翔吾は、兵庫県三木市出身のプロ野球選手。宇藤右内。千葉ロッテマリーンズ所属。南大小学校2年生の時に、ミタリトルで野球を始め、吉川中学校では、ミタヤングに所属していた。天理高等学校では1年生の時に、外野手として、ベンチ入りした。2年生の時、夏の甲子園、全国大会の1回戦で3番、中堅守。 二回戦では三番、左翼手で、先発出場し、計七打数五安打三打点、打率、七百十四だった。三年生の時、春の選抜高校野球では一回戦で三番、中堅手で、先発出場したが、無安打に終わり、チームも敗れた。夏の甲子園、全国大会一回戦で三番、三塁手で、出場、三打数一安打一打点だったが、チームは、 山田哲と坂本聖志郎を擁する理性者に敗退した。高校の一学年先輩に西浦忠徹がいる。早稲田大学では1年生時の春のリング戦に初出場。2年生時の春にそれまでの左翼種から二類種に転校した。3年生時の7月に第39回日米大学野球選手権大会の日本代表に選ばれ、全試合五番中堅手として、 先発出場し、4回戦で3塁打、5回戦では、先制的時打とソロ本塁打を放った。大会通算打率、438、4年政治に首相を任された。7月には、第27回ハーレムベースボールウィークの日本代表に選出された。全試合4番に座り、第2戦と第5戦で、敵時打を放った。 大学4年間のリーグ通算成績は82試合321打数94安打46打点。本類打11本、盗塁18、打率293。2から4年成人のそれぞれ秋のリーグで東京6大学野球リーグのベスト9を受賞している。2014年のプロ野球ドラフト会議で千葉ロッテマリーンズから1巡目で指名され、 契約金1億円プラスできたか5000万円、年俸1500万円で合意し入団した。背番号は23。なお、2015年3月25日の早稲田大学の卒業式当日、中村は開幕一軍メンバーに選ばれていたことから、開幕戦が行われる福岡へ移動していたため、式は欠席した。早稲田大学の同級生である。 有原公平も同じく一巡目指名され、北海道日本ハムファイターズに入団した。2015年は開幕を一軍で迎え、3月29日の対福岡ソフトバンクホークス戦で根本・春一の代走としてプロ初出場した。4月2日の対日本ハム戦では、鈴木大地の代打でプロ初打席に立ったが、空振り三振に倒れた。 同8日の対オリックスバファローズ戦では、9番、2塁手、でプロ初のスタメン出場を果たし、第2打席で、初安打を放つと、同12日の対埼玉西武ライオンズ戦では、ダイソーで途中出場した後に回ってきた打席で、敵地打を放ち初打点を挙げ、1番、3塁手で、先発出場した4月30日の対西武戦では、第1打席で、初本塁打を放った。 新人選手のプロ初本塁打が、初回戦闘打者本塁打になったのは1998年の坪井智也以来で、日本球界で6人目、パリーグでは4人目、ロッテの選手では初である。シーズン前半は、スタメン出場と途中出場を行ったり来たりしていたが、7月15日の対オリックス戦以後は、三塁一種のレギュラーに定着。打撃面では7月の一時期を除いて打率は、 250を下回る状況が続いたが、クリーンアップを除く6つの打順で出場。守備面では、二塁手、三塁手、遊撃手、左翼手、中堅手の5つのポジションで出場。111試合に出場し、打率、235本打、二21打点、4盗塁を記録した。二千十六年は、前年に三塁手のレギュラーであった今江が楽天へ、二の レギュラーであったルイス・クルーズが巨人へ移籍し、新外国人のヤマエコ・ナバーロが不祥事により1ヶ月間の出場停止処分となったことで、3月25日に行われた日本ハムとの開幕戦に9番、二類種として出場し、プロ初の開幕スタメンを果たす。ナバーロが復帰すると三類種として出場を続け、 5月5日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦では4アンダ6出塁3、打点と大暴れしたが、翌6日からの1ヶ月では55打数4アンダ打率。073と打撃の面で調子を落とし、守備の面でもミスが目立ったため交流戦途中の6月8日に、プロイリアト初の2軍降格。最短の10日で1軍に復帰するが、8月4日に、再び2軍に降格。 同19日に再昇格したが、その後も打撃の調子が上がらずに苦しんだ。しかし、9月24日の対オリックス戦では9回に同点本塁打を放ち、レギュラーシーズン最終戦であった10月5日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦でも、敵地二塁打を含むに安打を放つなど、勝負強さを示して、復調をアピールしたことで、クライマックスシリーズでは、二試合いずれも九番。 三塁手として出場を果たした。打撃面では7月下旬を最後に打率は210を下回る状況が続いたが、守備面では二塁手、三塁手でスタメン起用され、最終的には108試合の出場で打率。201、6本塁打、25打点、4盗塁を記録した。11月25日、年俸3200万円で、 契約公開をし、この席上で合わせて、背番号を8へ変更することが発表された。有リ道ミやイマエなどが着用し、ロッテにおける特別な背番号とされている背番号8を与えた理由について、球団側は期待も込めて、自覚も変わる。来年はレギュラーを取って、中心選手になって、球団の顔になってほしいと示している。2017年は、 鈴木大地を二類種にコンバートする方針から遊撃種のレギュラー争いをする立場と位置づけられてキャンプインを迎えた。3月31日に行われたソフトバンクとの開幕戦では9番遊撃種で2年連続の開幕スタメンに起用されたが2打席連続三振で途中交代。その後も不調に苦しんで4月6日に早くも二軍に降格する。 5月3日に1軍に復帰するが、わずか4試合の出場の後に、5月8日に、シーズン2回目の2軍降格この時点で、17打数、0安打、打率、000で、プロ入り後は最悪と言えるスランプだった。2軍で結果を残し、6月17日に1軍へ復帰。翌18日の巨人戦でシーズン初安打を放つと、打撃の調子が上向きになり、以後は、 マット・ダフィーや大峰・翔太に代わって三塁手のレギュラーとして起用される。9月26日の対ソフトバンク戦では、先制打になる9号2点本塁打を放つなど、勝利に直結する活躍を見せる場面が増え、シーズン終盤には5番で起用される試合もあった。オールスターブレイク以後に限れば、主に6番で起用され、打率、294、7本塁打、11盗塁。 特に9月以後だと打率2943本類打8盗塁と結果を残した。守備面では3類一種遊撃手でスタメン起用され最終的には85試合に出場打率2759本類打32打点11盗塁を記録した。特に盗塁数はプロ入り後初めての2桁となり本人曰く 2016年やその前の年に比べて自信になりましたし、実際よく走れたと思っているので、この感覚を今後に生かしていきたいなと思いますと、振り返っており、手応えをつかむシーズンになった。また打撃面でも、同シーズン後半から、福浦和也のアドバイスをきっかけに、打撃そのものは変えていないが、早めにとってゆっくり伸ばすという意識で、 タイミングの取り方を変えたことで、詰まらされてもしっかり触れている打撃ができるようになり、きっかけをつかむことができたという。シーズンオフの10月12日に、第1回アジアプロ野球チャンピオンシップの日本代表に選出された。11月29日、年俸3500万円で契約を公開。シーズンオフには、監督が伊藤つとむから井口忠人へと交代。 井口は就任早々に、中村を二塁手、鈴木大地を三塁手へとコンバートする方針を示し、セカンドは一番やってみたかったポジション。大学の時もやっていた。なんとかセカンドのレギュラーポジションを取って、信頼される選手になりたいと前向きな姿勢を示した。2018年は、期待の若手としての位置づけであった前年までの3、シーズンとは異なり、 絶対的なレギュラーとしての地位の確率を期待されて迎えるシーズンになった。同シーズンから井口が監督に就任することになったが、井口は自身にとって大学時代からの憧れの存在であることとともに、井口監督がチーム作りの構想として自身を中心選手の一人と位置づけたことから意気に感じてやらないといけないとして、 気持ちの変化が生まれたことなどから30本類が30盗塁を目指せると言われるなどシーズンのブレーク候補として挙げられるようになり本人も3割30盗塁を目標と公言してのキャンプインになった。キャンプオープン戦を通して好調を示し3月30日に行われた楽天との開幕戦では3番2塁手でスタメン出場。 3安打1打点の活躍を見せると、翌31日の大楽天戦では、第2打席で、シーズン1号本塁打を放った。最終的には、自身初の全試合出場を呼び、規定打席到達を果たし、打率、284、8本塁打、リーグ2位となる39盗塁という成績を残した。また、2塁手では、リーグトップとなる、守備率。 993を記録し、自身初となるゴールデングラブ賞を受賞した。2019年は3月29日に行われた楽天との開幕戦で3番二塁手として先発出場し、2安打1本塁打1打点と活躍した。4月5日の対ソフトバンク戦では2打席連続本塁打を放つなど3安打も打賞の活躍を見せるなど、 開幕から10試合で打率。361、5本塁打、10打点、6盗塁と、高スタートを切った。しかし4月21日の試合前、バッテリーコーチの清水紹介がノックした飛球を追って、同コーチと衝突。千葉、奈良市の市内の病院で、顔面座相と診断され、左目の下を十針縫った。同日の試合は、 首脳陣の判断で先発を外れ、2017年から続いていた連続フルイニング出場は188試合でストップしたが、8回に代打で登場し、空振り三振に倒れた。以降は、不調が続き5月6日には6番に降格。角中克也や清田育博に3番打者を譲る形となり、5月21日にはスタメン落ちとなった。6月は月間打率。 301と調子を取り戻したが、その他の月は250以下となってしまい、最終的に打率232でシーズンを終えた。しかし、自己最多となる17本類が59打点を記録し、チーム唯一となる全試合出場も達成した。2020年は6月19日に行われたソフトバンクとの開幕戦に6番2塁手で出場。 5年連続の開幕スタメンとなった。開幕3戦目となる6月21日のソフトバンク戦では2回表に2歩朝日から東部への支給を受けた。6月13日に行われた西部との練習試合でも松本渡から東部支給を受けており、9日間で2度東部支給を受ける異例の事態となった。それでも事前となる6月23日のオリックス戦に、 スタメン出場し、6回裏には、レフトスタンドへ、同点本塁打を放った。さらに、6月25日の同カードでは、初回に、ルーキーの村西良太から、自身初となる、満塁本塁打を放ち、チームの勝利に貢献。この勝利でチームは4年ぶりの5連勝となり、1530日ぶりに、単独首位に立った。8月は、月間打率。 326と調子を上げたが、9月以降は、211と低迷。最終的にリーグ18位となる打率。249、同15位となる105アンダーを記録。この2つはいずれもチームトップとなった。3年連続の全試合出場も記録した。11月14日から行われたソフトバンクとのクライマックスシリーズでは2試合とも、6番、2類種で出場。 二試合で八打数に安打1一打点、打率250を記録するもチームは敗退した。シーズンオフの12月26日に500万円減の年俸6700万円でサインし、翌年からキャプテンを務めることが発表された。キャプテンマークをつけた中村翔吾2021年は3月26日に行われたソフトバンクとの開幕戦に6番、 二塁手で出場。六年連続の開幕スタメンとなった。開幕三戦目以降は、三番、二塁手に定着。四月二日に行われた、対日本ハム戦では六打数四安打三得点の、好成績を残し、翌三日の同カードでも五打数三安打三得点と、二日連続の猛打賞を記録した。プロ入り当初は、広角に打ち分ける技術を持つ打者と、評価されていた。 対左投手を得意とする傾向にあり、プロ入り後の3シーズンでの対左投手のオプスは、660、699、920と高い数値で推移しており、特に2017年シーズンの対左投手のオプスは、リーグ5位相当という高い水準であった。また、プロ入りから数シーズンは三振の数に対して支球が少なく、またボール球スイング率が高い傾向にあった。 三振率はプロ入り後から23.1%、21.5%、21. 20.2%、支給率は5.0%、8.0%、6.4%、ボール球スイング率は40.7%、39.0%、33.9% 33. と推移し、特にボール球スイング率はプロ入り後3年連続でリーグ内で、 ワースト5位以内に相当する数値を残していたが、2020年の三振率は19.4%、支給率は10.4%を記録するなど、選球眼は近年改善されてきている。遠投115メートル、50メートル走6秒0を誇る。2016年は三類一種としてのザーが8.0、2017年は三類一種としてのザーが6.5だった。父 友人も天理高校野球部 OB で、2年生時には夏の甲子園に3番、左翼手で出場している。なお、その際に中村のプロ入り時の監督となる伊藤つとと対戦した経験がある。その後、連々近畿に進んで野球を続けた。中村が小学生時から練習に付き合い、アドバイスを送っていた。早稲田大学時代から井口忠人が憧れであり、 目標の選手であったが、プロでのドラフト指名がロッテであったことで、プロではチーム名と、そして、所属チームの指揮官と選手の関係になった。井口を目標とするようになったのは、大学2年生の春に二塁種へのコンバートが決まった際に、自身と同じ、俊足高打の右打者で手本になり得る存在は誰かを、イメージした際に浮かんだのが井口であったからだという。また、 逆方向にも強い打球が打てる打者を理想像としているという。プロ入り当初は最も地味なドラフト1位指名選手と称されていたが、中村本人は2015年の春季キャンプの際に理想は中距離打者。率も残せて足も活かせれば、実力で注目してもらえればと述べていた。大学時代から漫画は読まない、ゲームもしない、休みの時は、 買い物のため以外での外出を控えて疲労の回復に努めるほどの野球の虫であるという。また、お酒が飲めない。真面目な性格の持ち主であり、趣味として人間観察を挙げている。ありがとうございます。